にちは。こんにちは。今回はですね、はい、あの月見バーガーとかなんか、あ、出てますね、最近出てるんですけど、はい、月見ハンバーグを作ろうかなと、はい、目玉焼きが乗ったハンバーグで、はい、ただハンバーグが食べたい、はい、はい、というわけでやっていきまーす、はい、じゃあひき肉を冷やしながら混ぜます。はいはいはい。なんかやっぱり冷やしながらやった方が油がジューシーになるんで、油は逃がしたくない、やっぱね。こちらはもう逃がした方がいいっす。逃がしたらダメ。自分の中からも逃がしてください。そしたら、玉ねぎをみじん切りにしてもらおうかな。はい、細かいみじん、細かいみじん、はい、こっち入れてるね。はい、今日パン粉が大さじ5とか書いてあるけど大体で、うん、こんなもんかな。はい、と卵1個。うん、やばこれボール小さすぎたね。確かにね。ねえメニクル。メニコンのライバル会社。メニクル。メニコン。あと塩コショウ。半分ぐらいでいいこれ。丸っすね。丸々いいよね。ね、うん。きめな。塩コショウ。これ楽ねマジ。じゃあ楽で、多分香りもいいという。コショウを多めにしときます。ペッパーハンバーグ。はい。ペッパーハンバーグ。ペッパーハンバーグが由来大好きな。タルタルソースは準備できた。あのパスケンが違うメニューになってきたよ。ハンバーグだったんですけどね。ちょっとあるタルタル。それでタル？タル。タルタル。タルタル。ちょっと混ぜようか。うわあ、みじん切りやね。どのぐらいみじん切ればいいでしょうね。はい。もうちょっとペッパー効かせてもいいかもね。ね。ゴリゴリ、うん、握るね。握るよ。もうちょっと効かせてもいいかもしれません、うん、意外とね、入ってるようでそうでもなかったりするもんね。ペッパークですか。うん、あー、目がペッパークの真似しようだとね。何か得よう。そしたらもうあのフライパンの、はい、あ、そういうこと。ん、多すぎ、あれ分離するかもしれない。つなぎの入っとくけんが。そしたらあれをフライパンを用意してもらって、はいはい、ソーセージリベンジもせんばね。そうね、そういえばあの、はい、ハンバーグになったやつで、うん、味付けはもうあの分かったけんがシャウエッセンのね。この間のあれ、はい、はい、で油敷かずに焼いてっていいらしい。ここから火入れる感じ、うん、はい、で5分中火で焼き目をつけていきます。はい、はい、5分ぐらい経ったんで、はい、ひっくり返します。で、なんかお水をなんかね、ちょっと入れながら焼いていくんだって。へぇ、肉汁が、うん、で、中に蒸し焼きでなんか火を入れていくのかな、うん、なんで水は入れんばと蒸し焼きにするけん。牛乳じゃダメ。なんで牛乳ですか。なんかうまそうじゃない。そうなんですか。いや、わからんけど。いやだ、うん、牛乳だって入れといや。いや、なんか牛乳多すぎると牛乳臭くなるじゃないか。ああ、確かにね。で、お水を入れて蒸し焼き。はいはい、こんなもんか。何分ぐらい。これ同じ時間ぐらいじゃないですかね。おお、はい、蒸し焼きにしていきます。はい、肉汁を閉じ込めましょう。はい、はい、じゃあ卵の方は、卵、はい、やっていきましょう。目玉焼き、もう畑くんは潰さなくなったんでしょ。卵、俺ね、まだ潰す、さっきも潰したもんがちらってした時。俺ね、なんかずっと下手、指入ってんのかな、わからん、ずっと下手くそっちゃう。ちょっと小玉さんにやってもらう。このジブリ飯の俺、もう目玉焼きそのままでいいの。これ、なんか敷いてんの。油だけ敷いた。はい、じゃあもういいのかな。はい、卵の黄身を潰すってこと。うん、なんかバッバッてしたら、ぐちゃぐちゃってして出てくる。マジで。元から潰れとってないかな。かい、シュレディンガーの猫よ。開けるまでは分からないってね。開けた時にやっぱりね、もともと潰れとったんじゃないかなって思って。いや、そんなのは存在してない。大体平面で潰せばいいって言いますよね。うん、あ、そうったけど最近、はい、みんなね、角で潰せってなんか言ってるらしい。あ、俺は普通に前から平面でって言われてて、うん、絶対嘘と思ってた、うんで、角でやってました。角がいい。
3つお願いします。はい。でもマジで黄身の色も変わったよね。ですね。前レモン色やったのに、うん、あ、そうなの。はい、白っぽいのがぽい。え、そうだ、カルシウム増えたら黄身の色まで増えるんですかね、うん、増える、あ、増える、うん、ちょっと分かんないやそこは、あ、厳密やけ厳密おじさんに言われたそういけた。同じ時間ぐらいやりました。はい、はい、したら最後におこのチーズをくくらんだ、くくらんだ多分ギュってなったんでしょうね、なんか最後これも乗っけてチーズバーグ、チーズバーグにします。はい、うわ、早作って、うん、よらいの待ったっけ俺が食べるんじゃない。いや、俺大丈夫大丈夫。珍しい、うん、溶けた。うわー、すげー、いいですね。うん、されてます。綺麗。ちょっと保存。これはもう熱々のうちに。もういいよいいよ。あ、もうやりすぎたらけど、カチカチが、カチカチになるよな。はい、切ります。はい、乗せる、はい、これに、あの、びっくりドンキーのあのプレートみたいに。びっくりドンキーのプレートが重い。あ、じゃあ野菜は、野菜、野菜がないんですよ。あ、うん、で、これの上に卵、目玉焼き、目玉焼き、月にハンバーグやけどね。全部真っ白ばい、畑くん。はい、そうね、ホワイトプレート。俺だっていつも、なんだっけ、おろしそバーグしか頼まんけん他のを知らない。雪だるまごとだ。野菜欲しかったな。よし、この一番火が通ったのは、ヨライさんだね。火が通ったのが、はい、こっちのちょっと半熟で美味しそうなのが俺らね。皆さん集中してるけん聞こえてないけん大丈夫。いや、ヨライは聞こえぬいよ。聞こえよってちゃんと。はいはい。あ、そうか、ソース、ソース、ソース作ってねえや。ケチャップと、まあまあまあうまそうや。まあ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 、これヨライさんです。カチカチ、君がカチカチのやつが、はぁ、まあまあうまそうやね。バターケチャップウスターで、さっきの肉汁使ってね。うん、これはうまかろうて。はい、ウスター溶けたらもう完成です。はいはい。バターが入るだけでもうやばいもんな。ね、アフリカのすげえおしゃれする民族がいるんですけど、うん、その人たちがバター丸かじりするらしくて、そう、写真家の吉田渚かな、うん、一緒に車で旅行してたら、なんか途中のスーパーみたいなところに立ち寄ったらバター買ってきて、うん、車の中でかじって食べて、うん、そのまま食べてるんですけど、すごっ。おお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 もうダメね。タランタランやった。タラタラ。タランタラン。はい。はい、できたんじゃないの。ナイス。それをじゃあハンバーグの上にドカッと。はい。ヨライさんとにはもうステーキソースだもん。ステーキソース。食事やただの。いきますよ。はい。下のもね、こそぎ取って食べてもらうために、はい、おしゃれね、いいね。よし、はい、はい、というわけで完成しました。月見ハンバーグです。食べていきましょう。はい、いただきます。いただきます。やった、晩ご飯にやりつけたら、じゃあ、そのタレを、タレ旗が作ったタレでいただきます。いただきます。うん、あ、うまいね。うまい、このタレうまい。肉厚やしね、うん、おいしか。作ってやる、うん、うまっ。これ出るかな。おっ、おー、ちょうどよかったよ。あ、ちょっとあれか、ちょっと固まっとるね。ちょっと固まっとったか。宇宙演出や。これいっぱいペッパー入れたてやろ。はい。でもなんか全然ね、足りって言ったらあれやけど、うん、そんなペッパー感は、うん、ですね。最後にまたかけてもいいかもしれない。うん、そうね。やっぱペッパーね、結構入れたと思っても全然やね。うん、やっぱ火入れたら飛ぶんじゃないですか、結構ペッパー、うん、かなー。あ、ペッパー感あるとこはある。うん、混ざってないだけ、うん、うまい。おろしそバーグも作りたいな。うん、俺好きな食べ物ハンバーグやけんが、いつでも。あー、そうったい。1位ハンバーグ。確かにハンバーグ、俺大人になって好きになったもんな。あ、うん、俺もですね。多分、こうちゃんも俺も、うん、ジョイフルに行き出してからよ。うん、やろうか。
こんくらい辛いもん俺も、うん、好きな。ちっちゃい時そうでもなかったもんね。はい、というわけでみんな最近月見月見って言うけん月見ハンバーグでした。はい、うまい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣岡プロデュースの海鮮丼屋ゴルフスタジオ営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。